5年間の存続が決まった松山南高校戸部分校についてです。新コースの設置で生徒の全国募集を始めることを受け、通学が困難な生徒のために町が学生寮を新設することが決まりました。来年度末までの完成を計画しています。戸部町議会は今日最終日に9月補正予算案を可決。この中に盛り込まれたのは松山南高校戸部分校の学生寮を新築するための設計業務の委託費およそ3264万円です。戸部分校の学生寮は当初空き家を活用する方針だったものの、空き家を探す手間や生徒の食事面などを考え新築に舵を切りました。新たな寮は学校から近い町内五本松にある養業試験場の跡地で来年度に着工、45の個室を想定しています。戸部分校は再来年度ゲームクリエーションコースの新設に合わせて1学年の定員を80人に倍増する計画で、全国から生徒の受け入れを目指します。5年間という猶予はいただきましたけれども、ずっと続くだろうというふうに思ってますし、それに向かって努力をしていかないかんというふうに思ってます。戸部分校の存続に向け町の支援がまた一歩進んでいます。